キチャンネル。ちょっ、さあ月曜日です。総チェックということで、オールスターも終わって、もう後半戦突入。後半戦といってももう60試合ないチームが多いですよね。ということで、もう、ね、もうすぐ100試合ね、迎えるチームもありますけども、終盤ね、どうなっていくのか、佐々木と総チェックとともに皆さんプロ野球楽しんでいきましょう。ということで、まずはパリーグから、日本ハム対西武、1対1、引き分けということになりましたけども、日本ハムはね、オールスター前に、ロッテにね、3連勝して、一気にね、2位まで駆け上がりたいっていう中での、今現状最下位の西武との対決。ね。その中で西武、先発渡辺裕太郎、8回108球、7安打6三振、無四球失点。クピチ。ね。いや、本当もう安定してきたね。いいピッチングでね、未来に向けて、ね、エースになっていく姿がね、目に浮かぶようなピッチングでしたね。そして日本ハム先発、加藤貴之。8回3分の2、106球、7安打5三振、1球1失点っていうね、ところで完封目前で追いつかれてね、結果引き分けというね。で、西武は渡辺からね、某高橋、アブレイユ、佐藤、本田、ヤンとね、しっかりリリーフが、続いて、そして日本ハムはね、池田、田中正義、河野、そして宮西とね、まあなんとか踏ん張ったっていうね、ところじゃないでしょうかっていうところで、日本ハムの攻撃、にまあ日本ハムはね、もうここだね、集約されるのは、まあ、4回裏の攻撃、0対0で迎えた、先頭水谷がね、1番水谷センター前ヒット。で、万波サードゴロを山村が、ダブルプレー取りに行くのに、目線をね、早く切りすぎて、ジャックル。で、これでエラーになって、ノーアウト1、2塁。で、ここでなんとノーアウト1、2塁、郡司の打席でワイルドピッチ、キャッチャー、古賀、バッと。ね。いやもう、軽く行きすぎなんだよ、手で。最近は、もう多くの選手が。体でね、体で生きながらやんないとっていうところでね、で結局、ノーアウトに三塁しちゃって、でも俺ね、あの日韓でね、エスコンで試合したからね、もう分かった、エスコンの球場は。エスコンの球場、あのワンバンブロッキング、めっちゃ簡単です。あのまあ、昔はね、土も柔らかかったから、穴開いてたり、バッターボックスも穴箱で、平らにしててもね、若干の段差があって、変なね、バウンドしてどこ行くかわからないっていうところもあったけど、今のね、球場はもう硬いんでね、粘土質になって、でそれでまあ各球団球場ね、まあその試合をやったことないから、そこまでいろんな球場わかるわけじゃないけども、今回エスコンでね、日韓戦やったことによってワンパンね止めるのめっちゃ簡単です。もう予想通りの軌道であのワンパンする。だからジョーも俺もブロッキングミス多分なかったと思うんだよね。そう考えるとね、めっちゃ簡単、そういったところです。現役選手たちやってわかりましたね。引退して10年、ほぼ何もしてないのに、止めれるっていうところだからね、そういうことですよ、視聴者の皆さん、ね、でノーアウト2、3塁になって、でここで郡司の、ね、セカンドライナー殿崎がね、いい位置にいて、これ痛かったね。でその後、レイエスが、セカンドフライ、若干ね、更新するけどもね、殿崎の、ね、後ろ下がって、でもあそこじゃタッチアップできない。で石井が三振とね、このね、ここで渡辺裕太郎はね、めちゃくちゃ踏ん張ったけど、2つのミスあってよ、サード山村のファンブルとワールドピッチ古賀のミス、この2つあって無得点、これは日本ハムにとってね、痛かったし、西武にとって大きかったよね。で、5回裏ね、先頭松本ツーベースで、清宮がライト前ヒットでノーアウト1、3塁、そして、タミヤのダブルプレーの間に1点取るとね、まあなんとか1点取ったって感じだね。でその後も日本ハムはね、6回先頭の水谷出るけども、郡司のところで、盗塁失敗、万波がねショートゴロで、ランナー入れ替わりで盗塁失敗で先頭のランナー行かせず、で7回もね、レイエスヒットで、ここでダイソー磯畑で、ここで盗塁失敗アウト、こういったところはね、古賀ぐっそりナイスね。で、石井が三振してツーアウトから松本ヒットを打つけども、清宮がレフトフライト、まあなんとか動きを出してね、追加点取ろうとしたところ、まあ、西武がね、しっかりその盗塁を阻止する。で8回、9回と三者凡退っていうね、中ではもうこの1点を守りきらなきゃいけなかったっていう中で、西武の攻撃は全体的に、西武の攻撃は、9安打、しかし9回以降で5安打というところで、前半ほぼ勝負になってない。でその中で、まあ、9回ね、最後の最後というところで、加藤がね、完封に向かうところで、先頭ね、代打山野辺、ショートの内野安打、ふわふわふわってピッチャーとね、セカンドベースの間ぐらいに飛んでね、もうあれはもう西武としてはラッキーヒット、逆に加藤としてはもうアンラッキーね。でノーアウト1塁になって、野村が送りバントで、ワンアウト2塁で山村がね、センターフライ打つけども、ツーアウト2塁から蛭間がレフト前ヒット、あのね、レフト前ヒットじゃちょっと返ってこれた、あれ無理やり回したら終わりだからね、よく止めたなっていうね、まあ止めるのは普通なんだけども、でツーアウト1、3塁になって、外崎がね、ライトへ同点タイムリーヒットと
というね、ところでここで加藤はね、ピッチャー交代池田西川をね、三振取ってね、逆転をね、されずに済んだっていうところはあるけども、日本ハムは、10回以降ほぼノーヒット。で、12回にね、2アウトから代打野村がヒットを打つけども、まあ、ほぼ攻撃してない。ね。で、西武は10回ね、ワンアウトからランナー出すけども、後続続かず。で、11回も先頭野村がヒットを打って、山村送りバンドでチャンスを作るけども、その後後続続かず。で、12回は三者凡退というところで、まあなかなかね、お互い攻撃のチャンスがね、なかなかない中で、まあなんとか引き分けだね。まあ日本はまああのまま勝ち方かったっていうところありますしね、西武はなんとか追いついたっていうところの、まあ引き分けっていうところじゃないでしょうか。日本ハム対西武、27日の試合、1対3で西武の勝ちというところで、西武先発竹内、6回3分の2、108球、7安打6三振、1四球1失点でクピッチ。ね。もう変わらずね、チームとしては負けるけど、竹内は負けない。防御率 1.67、6勝2敗。ね。いい形、新人王待ちぐらい。ね。で、日本ハム先発福島、5回3分の2、73球、4安打1三振、1四球1で、盗塁3失点と、まあ、西武はね、全体的に5安打。しかも得点を入れた6回に3安打だからほぼ6回しか攻撃してないのよ。だから福島この1イニングだけでやられたっていうね。で、日本ハムも前日と同じように、前日は引き分けたけどね、前日と同じようにやっぱ最後の1本出なかったっていうね。まあもちろんそこをね、しっかり西武投手陣が踏ん張ったっていうところはあるけども、まあ竹内の後ね、松本ね、ピンチで登板するも万波にデッドボールを与えて危険球退場、その後本田ね、三振に打ち取って、某高橋アブレイユとね、本田は緊急登板になってバタバタした中でね、しっかり抑えたっていうところでクピッチ、しかも某アブレイユとね、まあ、ピンチを作りながらもしっかり最後まで抑え切ったっていうところではナイスリリーフだったんじゃないでしょうか。逆に日本ハムはね、一本出ない、なかなか苦しいっていうね。で、西武はその中でね、唯一のチャンス6回表、先頭源田フォアボールで、西川がレフトへ先制タイムリーツーベースだけどもね、レフトの水上がね、打球を、ま、打球判断間違って、ライナーを前でできて、なんと万歳でレフトオーバーにしてしまう、なんてことないレフトフライだったのにもかかわらず、まあ、新庄監督はね、もうあとはもう慣れでしかないって言ってるけども、この試合の間違いなく敗戦の原因はこのプレーだったと言われても仕方がないね。そして1点入って、ノーアウト3塁で、野村大樹が、ファーストファールフライになるけども、ワンアウト3塁から山村が犠牲フライ。しかしここで終わらないでね、ツーアウトランナーなしか、昼間がツーベース、そしてその先がタイムリーっていうところで3点目を取ったね、この攻撃が非常にね。しかしミスがなければ1点も取られてなかった可能性はあるだけにね、やっぱりミスからのっていうところは痛いよね。で、日本ハムはね、7回裏に、先頭石井がライト前ヒットで、松本三振するけども、代打タミヤがサードゴロで、ワンアウト、ツーアウト一塁から代打上川畑がライト前ヒットでチャンスを作って、ツーアウト一塁から、水谷に対して代打清宮ね、ここ懲罰交代かなっていうね、意見もあるかもしれないけど、新庄さんはそんなこともないよっていうね。まあその理由としては、竹内がね、対右バッターに、対しては、被打率が、1割8分8厘、対左バッターに対しては2割3分4厘と、約5分ぐらい違うからね、やっぱ5分ぐらい違うっていうところで、やっぱり左の方が打ちやすいっていう判断もね、あったんじゃないのかっていうところで、代打清宮がなんと2アウト1塁からセンターへタイムリーヒットで、2アウト1、3塁になって、ここで松本がね、ピッチャー上がるけども、万波に危険球退場、2アウト満塁になって、急遽登板した本田がね、レイエスを空振り三振に打ち取ってピンチを脱するっていうところでは、本田クピチね。で、日本ハムとしてはね、やっぱり今日もね、2回2アウトからだけどもチャンス来るけども、2アウト1塁から伏見が三振で、3回にも2アウト2塁のチャンスを作るけどもレイエスが三振ね。6回にも先頭万波がツーベース打つけれども、その後レイエス、マルティス、野村と続かず。で、7回今言ったように2アウト満塁のチャンス生かせず。8回にも2アウト2、3塁チャンス作るけども、タミヤマがセカンドゴロでチャンス生かせずね。9回でもね、ランナー出すけれども、後続続かずというところで、10安打を打ちながら1得点。なかなかね、打線が繋がらないっていうところでは苦しい試合展開。西武はね、もう本当に、もう1回ね、1回に思い切ってね、攻撃して、あとは投手陣で守りに行く、最高の勝ち方だったんじゃないでしょうか。日本ハム対西武、7月28日、9対0で日本ハム完封勝利というところで、日本ハム先発伊藤大海、9回94球、2安打7三振。無四球無四点マラックスグッピッチ、ね、これはもう素晴らしいね。西武先発菅井、1回3分の143球6安打2三振1四球6失点。その後続いた中村優太、2回3分の2 54球5安打2三振3失点で、
一気に休止って、まあもうここら辺はもう再来年のための調整だね。もうそれ仕方ないね。というところで日本もね、速攻1回裏、先頭水谷ツーベースで清宮タイムリー、郡司アウトになるけども、ワンアウト三塁からレイエスがタイムリーヒットで2点先制で、2回裏にワンアウトから、伏見、奈良間、水谷、3者連続ヒットでノーアウト満塁で、清宮押し出しで、郡司のところで中村に代わって、郡司、レイエス、石井と3者連続タイムリーで、万波三振するけども松本がタイムリーヒットを打ってきっちり9対0 13安打ね。その後、まあ、3、4、三者凡退で、5回にランナー出すけども続かずで、6回にもランナー出すけども続かずといったところで、まあ3回以降ヒットはね2安打に抑えられましたけども、まあ、9点あれば十分というところで、で日本西武はねもう2安打なんでもう完敗です。なすべなくやられちゃったかなと。その後、ね、その中の2安打が源田の2安打だけ、あとは全員アウト、ね、で西武もね、水上松本でね、4イニング、まあ、しっかり抑えれて、まあ、そこら辺は良かったけどもね、まあ、全体的には完敗でしょう。伊藤大海のナイスピッチング、前半大量得点もあって完勝でしたね。ということでこのカード1勝1敗1分け、日本はもう最下位西武に五分の戦いはちょっときつかったかなっていう3連戦でしたね。続いて楽天対ロッテ、初戦6対1でロッテの勝利というところで、ロッテはね、オールスター前にソフトバンクに1勝2敗、そして日本ハムに3連敗というところで、5連敗でね、オールスター明けの初戦ね、この勝ちはかなり大きかったし、楽天はね、オールスター前に3連勝してね、一気にここで A クラスやっていうところで、初戦負けたのは痛かったっていうね。で、ロッテ先発西野、5回76球、4安打1三振、1球1点というところで、まあ低めにね、しっかり丁寧に投球できたかなっていうところはあるけども、まあ5回76球で交代はね、ちょっとね、物足りないよね。で、楽天先発内星龍、5回96球、5安打2三振、5四球、1デッドボール4失点、6四死球で自滅っていうところもあるけども、全体的に高かったよね、投球がね。あとこれはね、BS12 の副音声の中で言ったけども、基本的にほぼ外の出し入れね、まっすぐスライダー、フォークっていうところ、左バッターも。で、追い込んだらインコース使うっていうところでね、ちょっと攻め方的には分かりやすかったかなっていうね。中で、ロッテはね、3回表、ワンアウトから藤岡がね、アウトコースのストレートセンター前。で、角中がアウトコースを、甘くなったところを引っ張り込んでライト前ヒット。で、ワンアウト一三塁から外三振、フォークボールでね、三振するけども、ツーアウト一三塁になって、で、ここで追い込んでからインコース2球続けたところはデッドボール。ここが分岐点だね。こことデッドボールが一番痛かった。で、ツーアウト満塁から、中村、初球フォーク、2球目もフォーク。これ2球目で絶対ストライク取りに行かなきゃいけないところ、両方とも低めボールボールになって、結局これがね、打たれたくない症候群が出てんだよね。で、その後、外にね、ストレートになっていくんだけども、甘くなったら困るっていうところで、引っ掛けで引っ掛けして押し出し、ね、ストレートの。で、ツーアウト満塁になってから、今度はもう高部になった時には、もうストレート、ストレート、ストレート、ストレートで、それを完璧にアウトコースのストレートをレフトにね、走者一掃のタイムリーツーベース。まあ、打った瞬間全員帰ってくるかなと思ったけども、レフトの中島ね、クッションをちょっと戸惑ってポロンチョするっていう間に、ファーストランナーもしっかり帰ってきて、一気に4点ビッグゲームっていうね。結局ね、デッドボール押し出しで先制点だからね。そういったところちょっとうちの制球。あとは、このね、中村にフォークはいらんかったんちゃうかと思うけどね、なんかもう打たれたくない証拠が出てたなって、これでボールボールになった時点で、ジエンド級の形だったからね。しかしね、楽天は3回裏ね、小深田ライト前ヒット、でしっかりこう盗塁して、で村林のね、ちょっとサード前ボテボテの、大きいバウンドのね、サードゴロっていうところで、セカンドランの小深田が3塁進塁、で、ワンアウト3塁から太田のね、犠牲フライで、1点を返して、まあこれまだもうちょっとね、この1点でちょっとあるかなと思ったけども、4回でもね、楽天、ランナー出すけども、辰巳の内野安打、まあ内野安打っていうかもう、超適当投げたね、セカンド藤岡はね、ファーストで悪送球になったけども、いや、キャッチャーの田村、カッパ遅いなと思ったけども、辰巳も大回りすぎてね、ファーストオーバーラン。で、セカンド行って、まあそこをね、田村がセカンドにナイス送球して、アウトっていうね、まあピンチの芽を継いだりね。その後浅村のヒットが出てるだけにね、なかなか走塁もね、もったいなかったなっていうところもあるし、5回もね、先頭のフランコフォアボール出すけども、まあ後続続かずっていうところもあるしね。7回、ピッチャーがね、横山に変わったところ、先頭鈴木大地デッドボール。で、フランコ三振、小深田フォアボール。で、ここでワンアウト一塁のチャンス作って、ここで一気に行きたいっていうところで、まあね、とっておきの代打、茂木がね、レフトフライ。で、太田サードゴロっていうところで、ここで追加点取れず、もう、ジエンドっ
ていうね。でロッテはね、8回の表、中村翔がレフト前ヒット、高部送りバンドで、田村はアウトになるけども友杉がライト前ヒットで、岡がね、レフトへタイムリーヒットで、その前に友杉が走っていて2、3塁からのタイムリーで2点ね。でまあこれで6対1でマッチエンドというね、形になりましたけども、まあロッテとしては先発がしっかり抑えて、まあ、リリーフのね坂本、横山、岩下、国吉と、まあ、ちょっとピンチを作る時もあったけども、まあちょっと得点差があったからね、非常に優位には戦えたんじゃないでしょうか。楽天としてはね、まあ、うちのね5回4失点6四死球っていうのはね、ちょっと制球定まらないで球全体が高かったなと、あとアウトコース中心でやっぱそこが定まらなかったらなかなか狙い打ちされて苦しいピッチングだったと思います。初戦はね6対1ロッテの先勝でした。楽天対ロッテ、27日の試合3対5でロッテの勝利というところで、ロッテはオールスターで2連勝、楽天は2連敗、第1試合という中でね、ロッテ先発からが6回90球3安打4三振1四球1失点とね、非常にね、まあ、カットボールをうまく使って打たせて取るっていうところではね、非常に相手の芯を外しながら、コーナーも良かったしね、その微妙に曲がるストレートっていうところでね、このカットボール非常に威力を増したんじゃないでしょうか。グッペッチ、ね、楽天先発ポンセ5回93球8安打8 3三振3四球5失点と、まあ、前日ね、BS12 のアフタートークショーでね言った通り、もうどんどんストライク投げてくるからね、それをしっかり打っていけば問題ないと。でそこで打ってこられるからコースを狙いに行ったところ、コースそこまでの制球力ないんでね、結局ストライクボールはっきりして、でフォアボールを出す、最後ストライク取りに行く、打たれる、前日のうちがやったことと全く同じことを、楽天先発陣はやっちゃったかなっていう感じですね。でロッテは初回ね、先頭岡がフォアボールで盗塁成功で、藤岡がセカンドゴロで進塁だ、ランナー三塁になるけども角中ショートゴロでアウトになってツーアウト三塁で、ここで外がねカーブをレフト前ヒットで先制で、3回表、ツーアウトからね角中センター前外ライト前ヒットで、佐藤フォアボールで山口押し出しのフォアボールで、そこでねストライクを取りに行ったストレート、高部がまたライト前ヒットと、本当に前日と全く一緒、ここあのリプレイかっていうぐらいピッチャー違うだけで、もう本当に、ロッテとしては取り方は一緒、楽天としては全く取られ方は一緒っていうね。で4対0で4回表、先頭友杉ライト前ヒット、友杉もだいたい上がってきたから前日打ってね、もう2割切るかっていうところまで行ったけどね、でここでしっかり盗塁を成功して、岡がセカンドゴロで進塁だ、でワンアウト三塁からね、藤岡の内野ゴロの間に1手入れて4対0とね、まあこのまま圧勝でいくかなっていうところで、楽天はね、5回裏鈴木がツーベースで、フランコがね、センターフライでアウトになるけどもしっかり犠牲フライで、中島がライトにタイムリーヒットを打って1点返してね、でこの6回ね、この小郷のツーベースね、ここを最悪小深田はね進塁打打たなきゃいけなかったよね、まあ、こういったところがねこのロッテの試合との大きな違いだね。ロッテは確実に、まあ、ヒットで盗塁をしてノーアウトセカンドを作ってからちゃんと進塁打で、で内野ゴロでも1点入るって小刻みに取ってきたところを、ここレフトフライで、辰巳がファーストゴロで、浅村三振とね、先頭ツーベースの、ランナーを生かせずっていったところで、やっぱ攻撃としたらかなりね、もったいないよね。8回ね、ツーアウトから、小郷がスリーベース、そして小深田のセカンドゴロ、小郷泡が、トンネル後逸ね、で、9回裏にもねピッチャー増田が入って、浅村がツーベース、鈴木がデッドボールで、フランコ中島アウトに取るけども、ワンツーアウト一塁から代打岡島をね、セカンドゴロ、これ小川が後逸エラーで、ツーアウト一三塁になって、で一打サヨナラっていうところで代打茂木三振に倒れて、5対3ねゲームセットっていうところでしたけども、ロッテとしてはもっと簡単に勝ってたところをね、ミスで小川バーンとね、バウンド合わせられないんだったら体で止めるためにもっとね膝曲げろっていう、バウンドは合わしきれない、腰は浮く、また抜ける、最悪だからバッとね、で合わせられないんだったら合わせられないで、なんとか体でも止めてね、もう固めてでもいいから止めて正面入ってね、でちょっとでも落として、もうそれをすぐさま落としたやつをファーストに投げろっていうね、もうこいつ一番最悪だからね、そういった意味ではもうちょっとやるべきこと やれたんちゃうかっていうところはありますけどね、まあなんとかね、その後は踏ん張り切れたっていうところもあるし、まあ楽天としてはやっぱりね、この6回ノーアウト二塁のチャンスでこう1点でも取れたら4対2になるからね、もうちょっと状況違った戦いになったかなっていうね、まあでもしっかりね、カラカラがしっかり抑えてねゲームを作ったっていうところでは、カラカラのねクピチがね大きな勝利の要因だったと思います。続いて楽天対ロッテ、8対7で楽天のサヨナラ勝ちというところで、ロッテまさかの逆転負け、こんなこともあるのかと、一気にねこのホークスを追い詰めるためにも、この楽天ね2連勝したから、このまま3連勝したかった、日曜日の3戦目、なんと 99% 勝つのかと思いきや逆転負け、
ね、ホークスが3連勝したこともあって、ね、1ゲーム差逆に広がる。逆に楽天はね、ここ3連敗してたらなかなか厳しかったところ、しっかりね、今2位にロッテに、まあ、負け越してしまいましたけど、最後1回勝ったっていうのはね、かなり良かったんじゃないでしょうか。その中でね、ロッテ先発種市、5回3分の1、67球、4安打1三振、2四球6失点とね、いきなり6回ビッグイニングでやられる、ね、楽天先発庄司、4回95球、3安打1三振、6四球2失点、ヒットは3本しか打たれてないけど、6四球はかなり痛い、ね、その中で、まあ、なんとかね、1回、2回、3回と踏ん張ってきたけどね、初回もランナーヒットね、出すけども、後続をしっかり打ち取って、2回にもフォアボール2個でピンチを作るけども、しっかり打ち取って、で3回にもね、先頭、藤原フォアボールで出すけども、その後ね、ヒットを続かせず、なんとか踏ん張ってきたけども、4回、先頭、外がセンター前ヒット、で佐藤、高見、連続フォアボール、で友杉、ファールフライでアウトに取るけども、ね、でワンアウト満塁で中村翔吾、ファーストファウルフライ、またも4回もね、なんとかフォアボール出しながらピン作りながら防ぐかっていうところで、2アウト満塁から9番の和田がね、ライトにタイムリーヒットで一気に2点、先制で、5回にも先頭ね、庄司から変わった、湯気ね、角中先頭フォアボールで、外アウトに取るけども佐藤センター前ヒットで、高部アウトに取るけども2アウト1、3塁からね、オールスター明けから調子が上がってきた友杉がレフトへタイムリーツーベースで、中村翔吾フォアボールで満塁になって、和田がレフトへタイムリーヒットで、藤原がタイムリーヒットで一気に4点取って6対0。このままね、このまま終わるかと見せかけて、6回裏いきなり垂れ位置が崩れるっていうところで、先頭村林のフォアボールで、黒川センター前、代打茂木がライト前ヒットで、ノーアウト満塁から小郷がセンターへ犠牲フライね、普通はここで終わりたかったところだけどね、2番中島がレフトへタイムリーヒットで2点目、でワンアウト1、2塁からまさかの辰巳の左中間へのスリーランホームラン、クパッて、ね、ここで本当はねロッテとしては終わっとかなきゃいけなかったのよ。でもこっからもね、浅村フォアボール、そして鈴木大地のところでピッチャー交代、岩下なんとフォアボール、これが痛い、ね、でワンアウト1、2塁からフランコがレフト前ヒットで、ワンアウト満塁になって村林がしっかり犠牲フライを打って、黒川がまたもセンター前ヒットで、辰巳のスリーランホームランからプラスして2点も取って一気に逆転っていうね。で普通このままね楽天勝つのかなって思いきや、7回表ロッテの攻撃、先頭高部フォアボール、だからやっぱりね楽天は全部フォアボールから来てるんだよ。まあロッテもそうなんだけどね、このフォアボール絡むっていうところが痛かった。ピッチャーね酒井で、友杉が送りバントを決めて、中村がライト前ヒットで、ワンアウト1、3塁から、和田がねセーフティースクイズを決めて同点っていうね。この1点でロッテがね正直勝つのかなと思いきやね、まあ、8回9回ね、得点チャンスもなく完璧に抑えられたっていうところもあるけども、9回裏ね、同点のまま7対7、ピッチャーね、増田先頭石原フォアボール、結局またこれフォアボールなのよ、あのアウトコースのストレートは外れてるね。で、小郷がライトへツーベースね。で、ノーアウト2、3塁から中島がね、ショートゴロで1点取れなかったけども、ワンアウト2、3塁から辰巳がねセンターへのタイムリーヒットでさようならと、楽天としたら最高、辰巳がねスリーランを打って最後のサヨナラヒット、辰巳クパッて大きかった。ロッテとしたらかなり痛いね、どうしたっていう。でも結局両チームそうだけども、この先頭フォアボールからの失点が絡んでるからね、これメジャーのデータなんだけども、先頭フォアボール出すと 50% の確率で失点になると、ね、で先頭がヒットだと 30% っていうね、結構確率違うからね、同じ塁出るのもね、そう考えるとその確率のもとでね、かなり高い確率で先頭フォアボールが失点に結びついてしまったっていう両投手陣はねかなり反省かなと。特にロッテはね6対0から負けるっていうところ、逆にね楽天はねあそこからしっかり諦めずね、辰巳がホームランあった後もねフォアボールを重ねて最後ね犠牲フライタイムリーとねしっかり得点を重ねていくっていうねつながりっていうのは非常に良かった勝利になったんじゃないでしょうか。まあ結果はね2勝1敗でロッテの勝ち越しでした。ソフトバンクとオリックス、26日の試合、5対1でソフトバンクの勝ちというところで、オリックスはね、頭に宮城を持っていってホークスを戦おうといったところで、6回99球、4安打12奪三振、無四球4失点、初回の4失点だけ、これはかなり痛い、ね、でソフトバンク先発、シュワーズジュニア、6回3分の2、107球、5安打4三振、1四球1デッドボール、1失点っていうね、ところでソフトバンクはね、初回、2アウトから、しかも2アウトからだからね、栗原内野安打、そして、山川がね、ツーランホームランで、近藤がツーベースを打って、正木がまたツーランホームランというところで、2本のツーランで4対0っていうね。でこっからソフトバンク、7回まで 無安打です。だからもう初回だけなんだよ、宮城も初回だけなんだよ、打たれたのね。でオリックスは5安打っていうところで、まあ、強いて言ったらオリックス初回ね、
ワンアウトから森中川が連続ヒット。で、ワンアウト一塁で、西川ライトフライ。そして紅林がライトフライというところで、まあ、ここで1点でもね、取れてたら、ちょっとね、状況は変わったかもわかんないけども、ほぼその後はね、オリックス攻撃できてない。ね。唯一4対0からね、7回表、ワンアウトから、セデーンの、胸がね、連続ヒット。で、頓宮はアウトになるけども、代打杉本がフォアボール。で、ツーアウト満塁からトーマスの打席でワイルドピッチ。ちょっとあれは逆球になって取れないかなっていうね。で、行って、もうこれだけだからね。で、その後トーマスはショートゴロっていうね。で、5アンダーだから。まあ、なかなか厳しかったね。で、8回にね、初回以来のヒット、シュートがセンター前ヒット。で、今宮は送りバントを決めて、で、仲間の打席、山下がね、ワイルドピッチでデッドボール。で、ワンアウト一三塁から、栗原がね、しっかり犠牲フライを打って、ダメ押しの5点目というところで、まあ、オリックスとしてはなかなかね、オールスター明けも状況が変わらない厳しい船で、ソフトバンクはね、一発攻勢で、しっかり得点を取って、あとは逃げ切り勝ちというところで、まあ、初戦ね、ソフトバンクは大きい勝利だったんじゃないでしょうか。オリックスはここで大きく負け越していくとクライマックスシリーズ争いから脱落しちゃうよというような初戦でしたね。ソフトバンク対オリックス、27日の試合3対0でソフトバンク有原完封勝利というところで9回105球2安打6三振2四球無失点完封グペッ、ね、でオリックス先発田島7回103球6安打4三振3四球3失点と、いや悪くなかったけどね、まあ、この2回1回だけだったし、でオリックスは2安打だからね、もう太刀打ちできずどうしようもなしね。ソフトバンクは2回裏先頭近藤フォアボールで松木レフト前ヒット、中村レフト前ヒットでノーアウト満塁のチャンスを作って、甲斐がねレフトへ先制タイムリーをツーベースで、ノーアウト2、3塁から牧原がしっかり犠牲フライを打って3点とね、もういい形のスタート。でもまあソフトバンクとしてはその後ね、田島にしっかり抑えられちゃってね、なかなか後続ね1点取れずっていうところだったけども、まあ、7回ね先頭牧原がライトへツーベースで、ノーアウト2塁になった時に今宮が初球ねバント空振りで、セカンドランナー牧原が飛び出してね、2、6、5、6タッチアウトかってなっちゃうんだけども、もうここね牧原もう仕方ないから飛び出したのはもうそのままサード向かって走ったらよかったよね、止まらないでね。そういったところはもう何かあった時の次の行動っていうのはねちょっと考えてやらなきゃいけないかなっていうところもあるけども、今宮もインローちょっとボール臭かったからね、あそこちょっと無理やりねやりに行くのも今宮らしくないなっていうところもあったけども、まあこの3点があればね、有原のピッチングではねもうなすべなくっていうところで、オリックスとしては2安打完封負けだから、まあねどうしようもなしっていうねところのソフトバンクとしては完璧な勝利だったと思います。オリックス2安打なすべなく完敗です。ソフトバンク対オリックス、28日の試合4対1でソフトバンクの勝利ということで、このカードソフトバンク3連勝、オリックスはこの3連敗はかなり痛いね。ソフトバンク先発大関5回74球6安打2三振無四球1失点と、まあ、その後ね藤井、津森、ヘルナンデス、松本と、まあ、ランナーを出しながらもねなんとか踏ん張って、1失点完璧なね投手リリーフだったんじゃないでしょうか。でオリックスは先発ソタニ5回76球7安打5三振3失点、まあ、最低限ね、フォアボールもなかったし最低限の仕事をしたけども援護点なしっていうね。でオリックスは3回表に先制、頓宮の先制ホームランで先制して、まあ、いい形でいきたいなっていうところで、さすがのホークスね3回裏すぐに先頭ね柳町センター前ヒット、海の送りバントを決めて牧原アウトになるけども、2アウト3塁から1番今宮好調のね今宮がセンター前タイムリーですぐさま追いついて、で5回裏にも、正木がツーベースで柳町ねバンドここ三塁アウトになってチャンスついえたかっていうところで、ワンアウト一塁ね海野がレフト前ヒット、牧原三振するけどもまた好調の今宮がツーアウト一塁からセンターへのタイムリーヒットを打って、追加点勝ち越し、そしてシュートがねタイムリーを打って一気にこの回で逆転で、6回裏には、ピッチャー鈴木から山川がね、レフトスタンドをホームラン、やはりこれはねオールスターでのホームランのねこれはきっかけとなってここから行くのかと、このカードね2本目のホームランといったところで、まあ、4対1と、まあ、ソフトバンクはねチャンスを作ってツーアウトになってもそつない攻撃でねしっかりチャンスを得点に結びつけたっていうところでは、いい形の得点シーンになって、勝負はね勝ちになりましたけども、まあ、オリックスとしては10安打打ってる中でホークスと安打数は一緒、その中でやっぱ得点できないっていうところがなかなか痛くてね、3回も頓宮のホームランからね、次若月がヒットへ出て 1,2,3 と続くかと思ったら三者凡退で、ノーアウトからのランナー行かせずね、で4回にも2アウトから、セデーの胸が連続ヒットでランダー出すけども、先ほどホームランを打った頓宮がサードゴロでここ追加点取れず、で5回にも先頭若月のヒットをその後行かせず、足立セカンドゴロ森ダブルプレーっていうね、
ヒットは打つんだけどもつなげない。で最後の攻撃が7回表、ね、ピッチャー藤井から津森に変わったところ、セデル宗ノーアウトから連続ヒットにノーアウト1塁で、ここから頓宮三振で、代打トーマス三振で、代打杉本三振と3者連続三振で1本出ず、ね、で9回にもランナー2人、宗ライト前ヒット、頓宮フォアボール、そして大里がセンター前ヒットと最後のビッグチャンス一発出れば逆転というところで杉本がねファーストフライで試合終了と、ね、チャンスは作るけど1本出ない。オリックスのなかなか厳しい試合が続く。これ以上ね負け続けると西武と同じように今季終了の鐘が鳴る可能性がある。火曜日からの試合はかなり大事。まあ、ホークスはねきっちりオールスター明けも、カード3連勝を保って、ね、ニートのゲーム数も広げて、そろそろマジックが点灯するような勢いの中での最高の3連戦だったと思います。続いてセリーグ、阪神対中日、5対1で阪神の勝利というところで、阪神先発村上頌樹6回96球11安打2三振無四球1失点、ね、中日先発小笠原6回3分の2109球6安打5三振3四球4失点というところで、まあちょっと去年の中日に戻りつつある。チャンスは作るけど1本出ないっていうね、12安打で1得点。これはなかなか厳しい。だから村上もね、これフォアボール、四死球ゼロっていうのはね、多分めちゃくちゃ大きかったね。そう考えるとね。その中でね、阪神は初回先制。先頭近本フォアボール。中野が送りバントを決めて、森下三振するけども、4番佐藤がライトに先制タイムリー。で、2アウト2塁からね、大山がタイムリーヒットを打って、いきなり2点先制。これはかなり多かったけども、まあ、中日はまず初回からね、先頭福田がレフト前ヒット、田中美希はレフトへツーベース、ノーアウト2、3塁から細川サードゴロ、中田三振、カリスタセンターフライでノーアウト2、3塁のチャンスをものにできない。ね、3回にも先頭 福田が内野安打、田中美希はセンター前ヒット、で、細川が、ピッチャー強襲の内野安打でノーアウト満塁、ビッグチャンス。4番中田、初球のスライダー、追い込まれたかのごとくに、当たりだけの中途半端なバッティングでショートフライ、初球やで、初球からもう追い込まれ、こう追い込まれてるみたいなバッティングだったからね。で、ワンアウト満塁からカリスタがね、ピッチャーゴロダブルプレー、なんとノーアウト満塁が、初球中田ショートフライ、初球カリスタダブルプレー、2球でチェンジ。これはきついよね。で4回にも先頭小林センター前ヒット、でリュークはアウトになるけども加藤がライト前ヒットで、小笠原が送りバントを決めて2アウト2、3塁福永ショートフライで1点取れず、で5回には2アウトで中田がツーベースで、カリスタがねセンタータイムリーツーベースを打ってようやく1点返して2対1、ね、で、6回にもね、ワンアウトから、加藤拓磨がレフト前ヒット、小笠原が送りバントを決めるけども福永がね、1本出ずね。で7回三者凡退してる間にね、阪神がなかなか追加点取れなかったけども、7回裏先頭坂本誠志郎センター前ヒットで、代打長坂がね送りバントを決めて近本フォアボールで、中野がセンターフライになるけども2アウト1塁からピッチャー小笠原から藤島に変わったところでレフトスタンドへ3ランホームラン森下グバテン、一気に3点。中日がチャンスを作ってなかなか1本打てないところ、阪神は一発で3点で5対1、そして、ここからはね、ピッチャーが石井桐敷、そして、ゲラとねリリーフがつないで7回、石井が三者凡退、8回、桐敷が三者凡退、そして、9回、ゲラがワンアウトから高橋周平にレフト前ヒット打たれるけども福永三振、そして田中をセカンドフライでゲームセット、5対1阪神の圧勝。ドラゴンズはチャンスに1出ない、無策で終了というところで、なかなか厳しい戦いね。阪神としてはまあね、村上ね非常によく粘ってね、あそこで一歩許さなかったことでね勝ちに結びついたんで、村上のね頑張りが大きかったし、あとは7回のね森下の一発、これで勝利を決めたと思います。阪神対中日、27日の試合7対3で阪神の勝利というところで、中日先発メヒア5回89球10安打1三振1デッドボール7失点とね、まあ、フォアボールは出してないけども、まあ、バンバンストライクゾーン投げていくことによって、まあ、打たれてしまったと。で阪神先発大竹8回128球7安打6三振1球1失点と、まあね、8回128球かなりね球数を使ったけども、しっかりしたピッチングはね非常にピッチングだったと思います。阪神やっと打線つながってね、やっと欲しいところで1本出るっていうね、13安打7得点初回ね、先頭近本が内野安打、中野が送りバントを決めてワンアウト2塁から森下がね先制のタイムリーヒットをレフトに打って、
で3回にもね、ワンアウトから近本センター前、中野が内野安打、ワンアウト1塁から森下がねレフトへタイムリーヒットで、佐藤ショートフライでアウトになるけども、大山デッドボール、ツーアウト満塁から前川がねレフトへヒットの木浪がライトへタイムリーヒットと一気に4点で5対0で、5回裏にもね、ワンアウトから森下がツーベース、佐藤センタータイムリーツーベースの大山タイムリーヒットと一気に7対0とゲームを決めるっていうところでは、本当にもうね打線がつながって欲しいところでの1本、そしてツーアウトになってもランナーを残さないで1本で打線を積み重ねる、生まれ変わったのがタイガースね。ピッチャーの投手陣、防御率がめちゃくちゃいいから打線がつながりだしたら勝ち上がっていきますよっていうね、最高のね試合展開だったんじゃないでしょうか。まあ、C で言えばね、この6回にもね、坂本レフト前で、大竹送りバントダブルプレー、ここね大竹バントしっかり決めたかったよね。しかしランナーいなくなってもね、近本中野が連続ヒット、ツーアウト一塁、ここで森下センターフライと、まあなかなかね3本目はなかったけども、ここでポンポンポンって言ったらね、もうビッグゲームでゲームセットっていう展開でしたけどね。で中日はね、8回に、福永が犠牲フライで、9回にもね、山本の犠牲フライ、そして福永の時に振り逃げね悪送球っていうところで、3点取るけども、まあ、タイムリーがゼロっていうところで、まあ、ちょっと逆に中日はねタイムリー欠乏症、去年の野球になってきたよっていうところではなかなか苦しいね試合展開でしたね。でこの日もね、阪神はしっかりね、1番近本4打数3安打、2番中野が3打数2安打、3番森下4打数3安打2打点ね。これはもうねこうなったら勝つよね。そういったところではやっぱ森下がね初球からしっかりフルスイングしていくっていうねところの色を消さない、これはね一番いい傾向だと思います。阪神としては快勝のね素晴らしい試合展開、岡田監督も喜んでるんじゃないでしょうか。7対3阪神の勝利でした。阪神対中日4対3阪神のサヨナラ勝ちというところで、このカード阪神が3連勝ね、昨年も夏場以降から一気に強くなったっていうところもあるから、このオールスターからねエンジン全開でこのままね首位まで上り詰めれるのかっていうねところでしたけども、阪神先発西、6回88球4安打7三振無四球1失点と、球数も少なくねゲームを作って素晴らしいね、まあ勝ちはつかなかったですけども素晴らしいピッチング。で中日先発松葉、5回77球8安打2三振1四球1失点と、こちらもね自分の役割を果たす素晴らしいピッチングだったと思いますけどもね、中日は2回表先制っていうところで細川がねレフトスタンドへホームラン、このままいい感じでいきたかったところ2回裏にね大山が先頭でねホームランを打ち返して同点とね。で阪神は6回裏に先頭佐藤がレフトへツーベースで、大山がセンター前ヒットで、ノーアウト1、3塁から前川がね低めのボールになりそうな球をうまくすくってね、センターへタイムリーヒットで、この後ね木浪が送りバントを決めてワンアウト2、3塁から梅野ね、ここでもう1点取ってたらねもうちょっと楽な展開だったかなと思いますけども、ここ1点止まりで、7回裏もね、ワンアウトから中野フォアボール、森下がライト前ヒット。で、ワンアウト1、3塁から佐藤のセカンドゴロ、これダブルプレーで終わってたところ、田中がね、トンネルっていうね、タイムリーエラーね。その後もね、ワンアウト1、3塁になって、ビッグチャンスは続くけども、阪神としたらそこをね、得点にもう一個ね、いけなかったっていうところはね、なかなか苦しい展開になってきたと思いますけども、まあ、このままね、本当は9回でね、終わりたかったところ、9回ね、ピッチャー岩崎が上がって、先頭ね代打山本ライト前ヒット、細川レフト前ヒットで高橋周平フォアボールと、でノーアウト満塁のピンチを作って田中美希也のセカンドゴロのゴロの間に行って、しかしここでねダブルプレー取れずね、でワンアウト一三塁から中田がレフト前ヒットで同点とね、でリュークがライト前ヒットを続いてワンアウト満塁、ここでね一気に中日逆転してたら勝てたけどね、ここで岡林三振、そして代打中島ね三振と2者連続三振で同点追いつけずっていうね。で、9回裏にも2アウトからね阪神は中野センター前、森下フォアボール、そして佐藤がライト前ヒットでサヨナラチャンス作るけども、大山がショートゴロでサヨナラならずと。で10回11回中日はね三者凡退で、得点チャンスなく、11回裏ねライデル・マルティネスを、マウンドに上げるけども、ね、先頭近本がレフト前ヒット、中野が送りバントを決めて最後ねこのオールスター系絶好調の森下がレフトでサヨナラヒットを打って、まさかのマルティネスで敗戦ね。まあドラゴンズとしては、まあ、9安打、まあ、できることはやったかなっていうねところはあるけどもね、まあなかなかね厳しい敗戦になりましたけども、まあ、強いて言うんだったらこの7回表ね、先頭細川フォアボールで、高橋周平レッドボールで、代打田中美希也が送りバント失敗、ここでしっかり送りバントを決めて1点取って1点
取れてればもっと違う展開になったけども、でその後ワンアウト一塁から代打中田がね643ダブルプレーとね、まあ、9回タイムリーは打ったけども、この7回表にドラゴンズは1点でも取れてたらまた状況はちょっとでも変わったのかなと。あと9回なおもねワンアウト満塁です、本当に勝ち越しのチャンスあったけども1点取れず、やっぱりドラゴンズはこの取れるべきところで取り切れてないっていうところがね、結果もきつかった。もう結果論だけどね、スーパー結果論だけど、ワンアウト周りでも岡林スクイズでもよかったね、次回以降ね、結果論だけどもね、まあ、阪神は16アンダーでね、まあ、4得点なかなかねチャンスで1本出なくて、でもそこをねチャンスをいっぱい作った中ではよかったけどね、しかも最後勝ち切れたのもね大きかったし、このねカードの3連勝は大きかったんじゃないでしょうか。続いてヤクルト対広島、6対9で広島の勝利というところで、広島先発ハッチ4回89球5安打に三振3四球6失点というところで、もうすぐさまリリーフに変えてね、黒原勝ち投手、そして堀江、阪、芝内、栗林とね、しっかりリリーフが踏ん張って、逃げ切り勝ちっていうね、芝内が7月9日以来ね復帰して素晴らしいピッチング、グッピッチング、この島内が8回ドーンはまったらね、森浦感じ、阪も感じ、黒原、堀江いるってなったら盤石になってくるね、あとはもう打つだけっていうねところになってくる。ヤクルト先発山野、1回3分の1 45球9安打2三振1四球9失点、いきなりボコボコタイムでやられるっていうね、まあその後も神田久保小沢星ね、ちょっとヒットを打たれるもね、なんとか踏ん張ってね無失点っていうところではね、なんとか踏ん張ったけどね、まあでもこのね2回の9得点が大きかったね。ヤクルトはね、初回先制って言ったところで、ワンアウトから青木がフォアボール、宮本アウトになるけども村上がね、センターへツーランホームランとね、オールスターで調子を上げてきたかっていうね、ところで2点先制、かなりいい感じでいったけども、すぐさま2回の表先頭ことのデッドボール、坂倉センター前、菊池がレフト前ヒットで、ノーアウト満塁から矢野がね、タイムリースリーベースで、8番シャイナー三振するけども、ワンアウト三塁からハッチがね、センタータイムリーヒット。ここがまずいよね、山野もね。で、ワンアウト1塁が秋山ね、センター前ヒット。で、野間がセンタータイムリーツーベース。で、堂林がレフト前ヒット。で、ワンアウト1、3塁から小園がタイムリーヒット。で、坂倉が、ワンアウト1、2塁からライト前ヒットで、ワンアウト満塁。で、ここで菊池のショートゴロの間に1点を挙げて、で、ツーアウト2、3塁から矢野がフォアボール。そして、ツーアウト満塁からシャイナーが、押し出しのフォアボールというところで、9番ハッチが最後三振とね、菊池から金久保が終わる、出てくるけども、このフォアボール2つが痛かったっていうね。打者1巡と4番から始まって、4,5,6,7,8,9 で9だから15打者いきました、一気に9得点、これも痛かったよね。でもこっからよ、逆に4回裏ね、先頭宮本がセンター前ヒットで、村上がね、2本目のツーランホームランで、ここよくこう追いついていこうとしたよね。でその後オスナがセンター前ヒットで、中村の打席でワイルドピッチャーでフォアボールで、ノーアウト1塁、ここで一気に行きたかったよね。でここからね、山田が、サードゴロで、丸山サードゴロで、代打川端がセカンドゴロとね、ここで追加点1点取れなかったら、これ痛かったね、これもう1点取って生きてたんちゃうかっていうね。で5回裏ね、先頭1番長岡がセンター前、岩田フォアボールで、宮本がセンターフライでアウトになるけども、村上がフォアボールで、ワンアウト満塁からオスナがレフト前タイムリー、そして中村雄平がねレフトへ犠牲フライと2点、これで9対6、一気にね3点差になって、ワンチャンあるんちゃうかと思ったけども、6回からね、ピッチャー堀江三者凡退で、7回、ハーンがね、宮本にヒットを打たれるけども、しっかり後続を抑える。で8回島内が、2つの三振を取ってフォアボール1個出すけども、しっかり抑える。で9回栗林が三者凡退で抑えてゲームセット、ね、広島的にはね、この5回ね、先頭秋山ね、1番センター前ヒット、大森送りバント、ここら辺でね、もう1点追加点取れてれば、もうね、ダメ押しあったけどね。で7回にもね、2アウト1、3塁チャンス作るけども、小園が三振っていったところで、まあ、ここヤクルトリリーフもね、ランナー出すけども、なんとか踏ん張ったっていうところはあるけどもね、まあ、やっぱ9得点はね、痛かったし、広島にとってもでかかったね。まあ、広島としてはね、ここを先勝して、1位にね、ついていくっていう形ではね、非常に大きな、オールスター明けね、初戦勝利だったと思います。ヤクルトは広島、27日の試合3対0でヤクルトの勝利というね、ところで、ヤクルト先発ね、高橋奎二今季3勝目というところで、7回105球4安打6三振無四球無失点、ね、このフォームを覚えておきましょうね。まあ顔を振るのは仕方ないけど、やっぱり振り具合こっちに行ってなかったもんね、ちゃんとこっちに振れてたからね、多分前への重心がね乗ってたと思うんだよね。そういった意味では非常に素晴らしいピッチング。
広島先発森下6回3分の1107球6番3三振2球1デッドボール3失点と、まあ、1イニングでねやられるっていうところで今季7勝4敗でもまあこれは仕方ないよね。試合作ってる中で広島陣が打てなかったっていうね、まあ、5安打だからね。ヤクルトもねほぼほぼチャンスもなく森下に抑えられたところ7回裏ねワンアウトからオスナがライト前ヒット、そして中村が、レフトへツーベース。このオスナのねライト前もその前の真ん中低めあれボールあれがもうねこの試合ねあれがストライクかボールがね一番のキーポイントだったと思うこの試合のね。でボールになってその後ねだってオスナ帰りかけてたからね、やっぱねバッターがね帰ってるっていうのはねストライクなんだよもう間違いなくね。でもそこでねボールになってその後ね、ライト前ヒットね、そして、中村がねレフト線破るツーベースでワンアウト2、3塁からね、青木がフォアボールっていうね、満塁策でワンアウト満塁になって代打川端ね、ライトへタイムリーヒットでその後ワンアウト1、2塁から代打赤根がね、タイムリーツーベースと配ってね代打で大活躍でね、3点ね。まあ、その後ねワンアウト2、3塁チャンス残して、ピッチャー堀江に代わって長岡ショートゴロ、ここもう1点ねヤクルトとしたら取っとけばもっと楽だったかなっていうところはあるけども、まあ、広島は5安打だから、まあ、最終回ね2アウトから琴のフォアボール坂倉ツーベース2アウト2、3塁チャンス作るけども、代打松山がね、ピッチャーロドリゲスから山本に代わって、セカンドゴロでゲームセット。まあでもここ3点あるからねここで1本打てたからどうのこうのっていうところがないけども、まあ、ヤクルトとしては、まあ、広島投手陣にしっかり抑えられてしまったっていうね、高橋奎二が7イニング投げてその後木澤1イニングでロドリゲスがね9回投げてピンチ作った後に最後山本が投げて8セーブっていうね、ところでヤクルトとしてはねピッチャーが踏ん張っていいところで点取れてね大打陣の活躍っていうところはあったけども広島としてはやっぱあのコールねあのコールが一番のキーポイントだったかなと。まあでも打てなかったからねこの敗戦は仕方なく広島は完敗っていったところでしょうかね。ヤクルト対広島28日の試合5対4でヤクルトのサヨナラ勝ちというところでこのカード2勝1敗でヤクルトの勝ち越し、まあ、ヤクルトは今最下位から上位に上っていかなきゃいけないところ今 A クラスにいる広島に勝ち越したのはかなり大きいですし逆に広島は今最下位のヤクルトに巻き越したのは上位巨人をね追い上げるのためにもしかも巨人が3連勝したということを考えるとかなり痛いね負け越しになったかなと。その中で広島先発クリ5回80球5安打3三振3失点とまあ最低限の仕事はしたかなっていうところはあるけども、まあ、うまく変化球をね打たれたかなって印象はありますしヤクルト先発坂内3回3分の2、82球5安打3三振3四球3失点と、3回3分の2で82球はかなりきついっていうね、その中で広島はね初回先制、先頭秋山ヒットら、矢野がライト前ヒットでノーアウト1、3塁から中村がセンター前ヒットで1点先制なおもノーアウト1塁から小園がアウトで、ここで坂倉の時に、セカンドランナー矢野がね盗塁してアウトっていうね、ところで、まあ、ここで一気にね行きたかったところはあるけどもねこの1点止まりっていうところが痛かったね試合全体を考えるとね。で3回表、2アウト1、3塁から坂倉がライトへタイムリーヒットを打って2点、まあ、3対0、まあ、これで一気に行くかなと思ったけども3回裏2アウト2塁から赤羽がね低めの変化球をすくい上げてレフトスタンドへツーランホームラン。やはりフレッシュオールスターの時期になると赤羽が強くなるね。なぜなら2年前 MVP だからっていうねところもあるけどもこの2点大きかったね。しかも5回にも山田哲人がねバックスクリーンにホームランを打って同点と。でも6回表に坂倉がホームランを打ち返して1点勝ち越して、まあ、このまま勝つかと思ったけどねあの島内も帰ってきてで7回ね、島内がしっかり抑えて8回ね、バーンがランナー2人出すけども最後オスナをね三振に抑えて、まあ、4対3このままね勝ち切れるかなと思ったけどもね、9回裏ピッチャーね、栗林先頭川端がセンター前ヒットで山田哲人レフト前ヒットで岩田が送りバンドを決めてワンアウト2、3塁から中丸雄平が三振でツーアウト2、3塁これを打ち取れば終わりっていうところで初球ね甘めに入ってきたところを長岡が、左中間へタイムリーツーベースでサヨナラ勝ち長岡頑張ってね。まあ、ここはさすがの粘りだったけどね栗林も今年調子良かっただけにねこの逆転負けは想定外っていうところと、まあ、逆にねこのヤクルトね、坂口はちょっとバタバタしましたけどもその後ね石山、大西、田口、星とねしっかりリリーフが踏ん張って、まあ、大西がね坂倉にホームラン打たれて1点取られましたけども、まあ、7回ね大西がシャイナーをしっかり抑えてその後田口が秋山矢野を抑えて
で8回ねそのまま田口がね三者凡退で抑えて、で9回に星もしっかり抑えてね、まあ、このね7、8、9しっかり抑えたことがねこの最後のねサヨナラ勝ちにつながったかなっていうところで、まあヤクルトもねちょっとリリーフ陣バタバタしたけども、その頑張りがねこの逆転勝ちを生んだかなっていうところです。まあ、前日に、引き続いてねこの終盤のね、1本っていうところでね、川端のタイムリーからねこの日も火炎バタがチャンスメイクっていうねかなり大きな役割を果たした勝ち越しだったんじゃないでしょうか。 DeNA 対巨人、26日の試合初戦2対5で巨人の勝利というところで、巨人先発赤星5回87球7安打1三振1球1デッドボール2失点と、まあまあなんとかね踏ん張ったかなっていうところもあるしね。 DeNA 先発ジャクソン7回108球6安打4三振4四球1デッドボール4失点と、ちょっと制球苦しいんだね今日は。だから甘いところもあったからね、まあ、そこがね、まあ、力もなくなってきた最後終盤ね仕留めきれられたかなっていう中では、DeNA はね、2回裏ワンアウトから森がセンター前でジャクソン送りバントを決めて2アウト2塁から梶原がね、タイムリーヒット1点先制するも、巨人は3回表でここでね、DeNA は佐野がね足にデッドボール当たって、それの影響でね、守備から交代というところで、センターの、梶原がレフトで、そこに佐野に代わってセンター桑原が入ったところで、伊豆口のね、レフトオーバーのツーベースなんだけども、ここで梶原が打球判断を誤って、前に出てきて万歳とバッと、でその後ノーアウト一塁から赤星がねファーストへ送りバントを決めるところで、ファーストのフォードがね新外国人フォードが、三塁アウトにしようと思ったところ足が滑って、送球ままならずセーフと。いやここはタッチプレーやん。であれ投げててもアウトかセーフかギリギリのところよ。まだ3回やん。ファーストでよくないっていうね、あれはちょっと判断悪いと思うよね。でノーアウト1、3塁から丸がデッドボールを受けて、ね、ノーアウト満塁でここで吉川がねセンターの犠牲フライを打って、1点追いついて、でワンアウト1塁からヘルナンデス5、4、3ダブルプレーっていうところで、まあ、ジャクソンはねこのノーアウト満塁から1失点はねよく踏ん張ったからっていうね、ここ大量失点、ね、してもおかしくなかったところだったから、まあ、この1点はねジャクソン的にはしたかないなっていうところはあるけども、守備は2つのミスあるからね、そういったところでは、まあ、記録に残らないけどねちょっともったいないかなっていうね、ところはあります。そのフォードのやつもねあの記録上はフィルダーチョイスになったんでね。で5回裏ね、1対1で続いているところで、2アウトからね、牧がレフトスタンドにホームランを打って勝ち越し、しかし6回表ね2回3回と同様にすぐさまジャイアンツを追いつくといったところで、先頭吉川センター前ヒット、ヘルナンデスショートゴロでアウトになるけども、岡本がフォアボールでワンアウト1塁から大塩がねライトへ同点タイムリーヒットを打って、同点、なおのチャンスは坂本剛洋さんダブルプレーと同点止まり。でこの後ねどうなるかなって言ったところで、8回表、先頭吉川がツーベースでヘルナンデスフォアボールでノーアウト1塁から岡本の打席でワイルドピッチで2、3塁、しかし、ね岡本の打席から中川がね投げてますけども、その後、岡本を三振、ここ素晴らしかったね。このねフォークボールをワイルドピッチした後でも、このワイルドピッチもね、まあ、確かにベースの前にワンバンしてるけども、山本はねケツ上げちゃダメよ。あれやっぱりねやっぱ反射でケツ上がっちゃうんだけど、あれ勇気を持ってケツ下げたらね胸ぐらいのとこ当たるんだからね、あれはねまあ投げた方も投げた方だけども、山本的にもちょっと反省するところは多いワイルドピッチだったね。しかしこの後ね、まあ中川ねまっすぐフォークのピッチャーだからね、これでまあフォークいかないでどうするっていうところあるけども、ワイルドピッチしてランナー三塁になったところで次変化球のサイン出せないキャッチャーダメなのよ。でもここでしっかりね山本はフォークのサイン出して、それに鍛えて中川もしっかり投げてね岡本を三振で、大城にもねフォーク3連投で、三振で一気に2アウト2、3塁とね、ここ配球勇気投げっぷりめちゃくちゃ良かった。しかし坂本の打席でフォークがねちょっと制球守らず、高めに浮いて際どいところストライク取ってくれずフォアボールで、2アウト満塁から初球ね、まあ、ここはもうストレートとフォークしかないからバッターどっち意識するかって言ったところで、ヒーローインタビューでもね岸田がもうストレート狙ってましたっていうごとく初球のストレートをね、レフトに引っ張り込んでタイムリーツーベースで、その後伊豆口がタイムリーを打って一気に3点5対2で勝負を決めたっていうところはあるけども、これはね初球まっすぐ打たれたからって文句は言っちゃダメだね。だってまっすぐとフォークしかないから、これ駆け引きだからね、どっち行くかだから。で満塁になってるとね、でキャッチャー山本としてはやっぱりねファーストストライク欲しいって言ったところでストレートだったんだよね。だからそこは同じキャッチャーとして岸田がねよく読んだなっていうところもあるしね、あそこでなんでフォークじゃないやって言ってもね2個しかないからね、そんなじゃあ初球からフォークやと思って岸田がフォーク山張ってて打たれたらなんでストレートなんやってなるやんね結局ね。だからこれはもう配球はね仕方ない。
あの岸田がね状況をよく見てしっかり打ったっていうところもあるし、あそこでねフォーク選択してボールボールになって押し出しっていうところもね考えられるからね、勝負の一球だったかなっていうね、そこをね岸田がね戦略上ね駆け引きで勝ったっていうね、グッバッティングだったと思います。でまあ5対2でねジャイアンツが勝ったんだけど、まあ DeNA としたらまあ初回ねこのね2アウトから、佐野デッドボール、牧レフト前ヒット、宮崎フォアボール、2アウト満塁の中で山本がショートゴロで、2回にもね、梶原がヒットを打って、その後渡来ヒット、2アウト1、3塁、チャンス作るけども、佐野がショートゴロ、ちょっと自打球、デッドボールの影響あったかなっていうね、ところあるけども、この1回、2回、どっちかね、1本出てればなっていうところもあるし、チャンスは作るけど、ちょっと1本出なかったんでね、4回にもね、2回同様、ボールがね、悩んでて、ジャクソンバンド、2アウト2塁から梶原が三振というね。8回にもね、5対2になったところでピッチャーねバルドナードに代わって牧がフォアボール、宮崎三振するけども、ここで、山本のねピッチャーゴロ悪送球ね、でフォードフォアボールで、ワンアウト満塁になって代打大和がショートフライで、代打松尾がレフトフライっていったところで、ここで1本出ずっていうところだから、まあ、チャンスはあったんだけどね、まあ、1本出ずっていうところでね、まあ、なかなか厳しい敗戦。ジャイアンツはね、なんとか踏ん張りながら、ね、最後で1本いいところ出たかなっていうね、巨人の戦勝は大きかったと思います。DeNA 対巨人、27日の試合、2対1で巨人の勝利というところで、巨人はオールスターを挟んで4連勝。DeNA はオールスター明け2連敗、これはかなり痛いね。巨人先発、井上陽翔、6回79球、4安打4三振、2四球、1失点、グーペッチ。ね、その後高梨ケレア大勢とねしっかりリリーフ頑張る。で DeNA はね先発平だったんだけども、あの急遽ね、先発交代っていうところで山崎がショートリリーフ、2回32球2安打、三振0四球0デッドボール1の1失点。その後森ウィック京山森原とつないで、まあ緊急事態起きてもね、2失点で振り切ったっていうところでは投手陣非常にね良、かったと思うけども、まあ巨人はね2回表先制っていうところで、ワンアウトからモンテスがね、ツーベース、岸田がセカンドゴロ、ツーアウト三塁から、伊豆口がね、ライトにタイムリーヒットを打って1点、伊豆口グッピッチ、あ、グッバッティ。でもいつももう、なんで敬遠せんの？ツーアウト三塁。なんかよく言う人いんねん。なんかいや、8番で打ち取ったら次の回、ピッチャーから始まるから、有利。いや、1点取られて意味ないねんっていう、そもそも。1点取られない野球してんちゃうんかっていう。別に次の回1番から始まるよりその回無失点で抑えた方がいいんちゃうんって、まあもちろんこう打ち取る可能性も十分あるけどもね、でも普通に考えたらねピッチャーの方が打たへんやんってなった時にね、結局ここ抑えてたらひょっとしたら勝てたかもわかんないじゃん。結果ね DeNA5 安打で1点しか取れてないけどもね、正直これは本当策的には全く意味わかんない。俺の中ではもう大バーンとね、で1点先制、巨人としてはいい形だよね。まあ、巨人も DeNA もね結局チャンス作るけどね、なかなか1本出ないっていうところで、まあ、巨人はね、5回表ワンアウトからねピッチャー森ゆいとね、で、吉川が、ピッチャーの後ろハーフフライね、それを森が背面キャッチしようとして、グラブに収まったかどうか分かんないけど入れたところポロンって転がってね、記録上はピッチャー内野安打、でもあれは取らなきゃいけないよね。でその後ヘルナンデスは、三振するけども、吉川が盗塁成功で、ツーアウト二塁から岡本がね、左中間を抜けるタイムリーツーベースを打って2点目っていうね。で5回の裏、DeNA はねフォードが来日初ホームラン、超プルヒッターだね、超プルヒッター引っ張っていく、これ逆方向どうやって打つかがね多分今後試されるんじゃないのかなと、全部引っ張っていくのかなっていうところあるけど、今日の試合ね特に楽しみっていうね。まあ、結局ねそのまま2対1で終わって、ゲームセットなんだけども、 DeNA としてはね7回表ピッチャーね高梨に変わったところ、フォードがライト前ヒットで、大和が送りバントを決めて代打松をね、ここをねアウトコースを通し向けでショートゴロ打ち取って、で2アウト2塁からねワイルドピッチもあったけども、梶原の打席ね最後インコースツーシーム空振り三振、グッピッチ、あれは素晴らしいボールだったね。あそこであれ投げられたらちょっとね、苦しい状況だった中でね、しっかりねあれをインコースに投げ切ったっていうのは高梨はね、素晴らしいピッチング、だったと思います。まあ、DeNA 的にはね本当、初回もね2アウト3塁チャンスを作るけども牧が三振ね、で、3回にもワンアウトから、森唯と内野安打ね、プロ初ヒットかゴバティね、で梶原が、レフト前でワンアウト一塁チャンス作るけども桑原ショートゴロ、サードセカンドゴロで得点できずね、で5回にはね、フォードの一発で1点返すけども、6回先頭桑原フォアボールで出塁も、後続続かず2アウト1塁チャンスで山本がサードゴロね、で7回にも先頭フォードがライト前ヒットを打つけども、さっき言ったように2アウト2塁チャンスで松尾がショートゴロ、梶原が三振ね、9回ね、先頭宮崎のファーストゴロ岡本浩一バッとね、
で山本送りバントを決めてワンアウト二塁最後のチャンス作るけども大勢がね森セカンドゴロ、そして代打渡台がレフトフライとゲームセットね。まあなんとかねジャイアンツ投手陣がしっかりね踏ん張ったっていうところもあるけども、高梨ケラー大勢ね、まあ非常に良かったし、まあ井上がねアウトコースのボール球を適当に投げて阿部監督に怒られたっていうところもあるけども、だから俺はアウトコースのストレートにボール球のサイン出すの嫌なんだよ、適当に投げてくるからピッチャーがね。これはもう何回も言ってる、もう昔から変わんないね、そういうとこがある。で僕しんのすけもキャッチャーだからね、俺の気も俺と一緒の気持ち分かるんだよ、適当に投げるのが好きじゃないっていうね。でもそういうとこちゃんとね見逃さないところがね素晴らしいよね。阿部監督もね非常にグッサイだったと思います。巨人2対1で勝利、さあ3戦目どうなるのか。 DeNA 対巨人6対0で巨人の完封勝利ということで、このカード巨人の3連勝、これで巨人はオールスターを挟んで5連勝、かなり大きい、一気にね2位以下を引き離すか、逆に DeNA はここの巨人を叩いて上位進出したかったところで3連敗はかなり痛い。その中でね最終戦28日の試合、巨人先発菅野9回117球7安打8三振無四球無失点の完封勝利っていう中でね、まあキャッチャー小林との相性も良くね、まあこの試合ね解説に言ってましたけども、ほぼミスコントロールなく勝負球の変化球にもあってね、5回のビッグイニングの元でねきっちり勝てたっていうね、3年、4ヶ月3ヶ月ぶりのね完封勝利という一色で素晴らしいピッチングだったと思います。 DeNA 先発 K 5回73球7安打3三振3四球5失点と、まあいい感じでねストレートの力強さもあってスライダーチェンジアップともにね非常にいいピッチングだったけども、5回ね一気に崩れるっていうところで、5回の表ワンアウトから坂本がセンター前で小林がライト前ヒット、ここねエンドランになって、普通エンドランだからさ坂本三塁行かなきゃいけないんちゃうかと思うけど、セカンドストップでワンアウト一塁から菅野がきっちり送りバントを決めてノーアウト二三塁で、こう丸フォアボール、このやっぱ満塁にしたのが痛かったね。で吉川が、押し出しのフォアボールで、ツーアウト満塁からヘルナンデスにねチェンジアップを引っかり込まれて、レフト線へツーベースで、岡本一塁空いてるから敬遠で、また満塁にしたところ、このモンテスがね初球振ってくる確率かなり高いのよ本当に。まあその中でねストライク取りに行ったところをしっかり引っ張り込んでねレフトへツーベースと、一気に5点と頑張って、モンテスショートでこれハマったら巨人打線やばいね。ね、K も状態良かっただけにね、本当にこの丸のフォアボールが痛かったね。ここでまあ丸のも調子いいけどね、ここで抑えたかったっていうところはねあるけども、いきなり5失点で、9回にもね、丸がホームランを打って6対0 DeNA としては、まあ、この3回裏に先頭山本、吉川、ファンブルエラー、ね、で、2アウト2塁になって梶原のサードゴロ、坂本がファンブルエラー、この2つのエラーで得点できれば流れは勝ったかもしれないけども、フォードがね、初球を打ってセンターフライっていうところで、得点できず、そして最後のビッグチャンスは6回裏ワンアウト1塁で牧643ダブルプレー、これも最後ね勝負球がフォーク低めに決まってダブルプレーになったところは菅野がねさすがっていうところですけども、ちょっと DeNA 的にはねなすすべなく巨人は完勝っていったところ3連勝かなり大きかったんじゃないでしょうか。さあということで最後にベストナイン発表していきましょう。まずはパリューからピッチャー日本ハム伊藤大海、無四球完封マジックス、キャッチャーロッテ佐藤俊也、オールスター MVP 村津昌司さんぶりです。はい、ファーストロッテ外打点王へマチグラ、セカンド日本ハム石井コンスタンスに打ってます、はい、サードオリックス宗チームも一緒に上がっていきたい、はい、ショートロッテ友杉1割目前で復調しました、はい、レフト日本ハム水谷、フライをもっとうまく取れれば最強の選手になります、はい、センター日本ハム松本、ね、勢いのまま最低でも2位には行きたい日本ハム、はい、ライトソフトバンク正木、慶応高校は負けましたけどソフトバンクは慶応旋風、はい、DH ソフトバンク山川、ね、オールスターでのホームランが引き金になってホームランへこのまま突き進むのか、はい、リリーフ西武本田圭佑ピンチで躍動しました、ナイスピッチング、はい、続いてセリーグ投手巨人菅野3年3ヶ月ぶり完封ナイスピッチング、はい、キャッチャー広島坂倉、キャッチャーやるのかファーストやるのか、しかしオールスターで満塁ホームランを打って復調するのか、はい、ファースト阪神大山、ね、しっかりここから復調、阪神夏場の強さで首位奪還へ、はい、セカンド巨人吉川、今年はゴールデングラブ間違いなしか、はい、サード阪神佐藤輝やればできる、はい、ショート巨人モンテス、この加入でショートをモンテスが完璧に守れたらかなりジャイアンツ大きい、レフト広島堂林、ね、何気にしっかり右のバッターで長打も打てて、ね、末狩りに負けないように
いない時にもしっかり頑張る、はい、センター阪神近本、やっぱり近本は1番が一番美しい、はい、ライト阪神森下、はい、やればできます、はい、リリーフ巨人大勢、やっぱり大勢が最後に行くと巨人のリリーフも安定感抜群、はい、さあということで、またまたね夏休みに入ってここから大事な8月構成になりますけども、暑さに負けずファンの人も皆さん頑張っていきましょう。それではまた。